バズバズ。はい、お疲れ様です。水産庁職員松田です。そして、お疲れ様です。水産庁職員川萩です。あともう一人、はい、お願いします。天の声ハマティです。はい、お願いします。お願いします。私普段水産業界を盛り上げるためにいろんな動画撮っているところなんですけども、漁業チャンネルって私の他に裏方さんとして何名かいらっしゃるんですけど、今日はその方々と撮影します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はハマティの持ち込み企画ということで、今日は何をするんでしょうか。はい、今回はこちら、出汁当てクイズをやっていきたいと思います。出汁当てクイズというと、はい、どういうことですか。そうですね、かつお節とか煮干しとかの出汁を取って、それを飲んでいただいて。あ、なるほど。それぞれいろんな出汁、煮干しだったりかつおだったり昆布とか、まあそういった感じの出汁を取って、それを飲んで当てれるかっていうような、っていうゲームです。そういう感じ、はい、あ、なるほど。水産庁職員としては簡単ですね。さすがにできますよね。簡単ですよ、これは。できますよね。私普段出勤するときに毎朝出汁を取って、それを飲み物として持ってきてるんで、さすがに当てれると思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ルールは簡単。こちらに私が用意した水産物から取った出汁がありますので、これが何か選択肢の中から選んでもらいます。なるほど、はい。もう1問目も置いてありますけど、1問目がアゴ、まあトビウオですね、とカタクチイワシ、カツオ節の3つでなります。どれがどれって当てれればいいっていうことですね。そうですね、はい、手元に札がありますので、それをそこのコップの前に置いてもらって、それが合ってるかどうか判定しますので。なるほど、はい、お願いします。よし、じゃあやっていきますか。じゃまずちょっと香りから。ああ、はいはいはい。ああ、川萩さん、これ余裕っすか。簡単ですね。これ事故起こすかもしんない。いやいや、1個分かる、1個分かる。ちょっとじゃあ、これはこうなんだけど。いや、私も同じやつを。これは間違いないですよね。ああ、これは懐かしい味ですね。懐かしいですね、うん、ちょっとよくわかんないですけど。あー、なるほど。どっちが濃いとかあります。この2つですか。はい、まあ、濃さで言ったら赤ですかね。私もじゃあ赤をいただきます。あ、どうですか。匂いほど差がない。匂いが全然違う。香り違うけど味一緒。一応参考情報として、はい、ちょっと昨日準備遅く夜遅くなっちゃって、水出しで、うん、水出し、はい、水出しね。ああ、なるほど。なっております。で、24時間ほど経ってますので、はい。これっておかわりありですか。ありありですか。味の違いが分かるんだけどな、どっちがどっちかが分かんねえんだよな。いや、でもさすがにこうか。まあ、あ、やっぱりあんまり馴染みがないやつが出汁かなって私は思ってますけど。出汁。ああ。出汁。トビウオ。ああ。顎。やっぱ顎の方がちょっと高級ですよね。うん、うん、ですよね。より上品な方が顎なのかなっていう。そうな感じしますね。うん、決まりました。これっておかわりありですか。これっておかわりありですか。はい、私も大丈夫です。じゃあ、一旦並び替えますか。並べましょう。はい。はい。まあ、まずはね。まずはこれ。これはね。じゃあ、一斉の出で出します。一斉の出でいくか。一斉の出。うわー、よかった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 そうだね。よかったよかった。よし、じゃあ、正解発表お願いしますか。
それでは正解を発表いたします。お願いします。まずシールが貼ってないところ、これあれ、カツオ節です。これはね、これはまあ買ったんですよ。さすがにっすね。さすがにっすね。これでは青色の方から一番右いきます。はい、青色は水産庁職員としては簡単ですね。さすがにできますよね。カタクチイワシ。2問目です。はい、2問目は昆布3種類となります。昆布さん、全部昆布ですか？全部昆布です。全部昆布ですか？あの、そこに入ってた通り、全部昆布です。まあ、昆布にもいろいろありますからね。いや、そうですね。ありますからね。いろんな昆布ありますよね。海藻って主に3種類に大きく分類できて、滑藻類、緑藻類、紅藻類があるんですけども、昆布何類ですか？滑藻類です。ああ、さすがですね。そうですよね。滑藻類ですよね。あの、クロロフィル A の他に、フコキサンチンが多く含まれてるやつですよね。はい。っていう色で、あのフコキサンチンの色とかで、あの、まあ、滑走っぽくなるっていう、他にもいろいろあったりするんですけど、まあ、知識はありますが、味は分かるかっていう、もちろんもちろんフコキサンチンを感じ取って、全部フコキサンチン入ってるんじゃないですか。あ、確かに。ちなみにどこさんのあれですか？一つは、はい、ラウス昆布。ラウス昆布、北海道のここですね。二つ目が、利尻昆布。利尻、利尻は稚内の隣の島のところですね。いや、そうです。で、3つ目が日高昆布。あ、日高昆布はあれですね、こう北海道の南の方ですね。南の方ですね。そうですね。まあ、北海道出身なんで。あ、そうだっけ。あ、そうなんですよ。あれ、そうじゃ、香りからまずいきます。はい、じゃあ、一番右の黄色。あー、昆布の香りだな。あー、すごい。じゃあ次、白。なんか鼻の記憶力がなんか結構匂うと上書きされます。なんか違い感じ取れましたか？ガツンとくるのは私にとっては白。あ、白。はい。おー、じゃあちょっとテイスティングいただきます。あ、うまっ。黄色美味しいです。あ、全部美味しいです。私も黄色いただきます。次は白。白、やっぱり味わっても私はこっちの方が印象的っていうか、ガツン、こっちの方がスッと喉に通る。そうです、ね、こっちの方が確かに口の中に残る感じ、うん、なるほどね。緑、一番なんかいい子ですね。あ、でもめっちゃわかる。一番やっぱりなんか馴染みがあるんですよ、うん、なんか違い感で言うと、ほんとこういう感じ。あ、一つだけ飛び地的な。そうですね、うん、単体で美味しいのは多分こっちの方が美味しい気がするんですけど、合わせたらこれが一番美味しいのかな。違いが分かってもどこ産か分からないと意味がない。ちょっとヒントないですか？まず、ラウス昆布は、ラウス昆布、香りがよく濃厚でコクのあるだし。ほう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 、まあ、一番味が濃いはずです。一番味が濃い、はい、で、利尻昆布なんですが、まあ、こちらも香りが良くて味が濃いんですが変わんないじゃないですか。濃いんですが、ですが、はい、まあ、味ちょっと上品かもしれないですね。で、まあ、日高昆布ですが、まあ、前2つよりあっさりしてる。あっさり、いい子なのは馴染みがあるっていうことですよね、って思ったんですよね、私。じゃあ、緑は決定ですよね。そう、私も緑はこうですよね。さらにヒントなんですが、昆布を抜かずに置いてあるんですよ。で、色も分かりやすくしてあるんで。あ、でも味が濃いってことは色も濃いっていう。お、よく気づきましたね。昆布もヒントになるってことですね。これ見ていいってこと？見ていいです。追加ヒントなんですが、ラウス昆布はですね、まあ、味が濃いくて、まあ、コクがあるのがあれなんですが、その出汁の美味しさから出汁の王様とも呼ばれるので、特に特徴はですね、出汁の色が黄色になるんですね。大ヒントじゃないですか。決まった。これもう飲まずに当てられるんですよ、本当は。マジですか？まあ最初それを飲んで当てるから難しいっていう話。回答します。まあ、ちょっとそうです、ですよね、ですよね、ですよね。利尻昆布なんですが、はい、
出汁は透明なんですね。ほう。お？両方透明です。よく見てください。やばい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 。やばい。やばいやばい。いいですね。はい、はい、大丈夫です。お願いします。緑色がリシリ昆布になります。うおい。白なんですが、出勤するときに毎朝出汁を取ってそれを飲み物として持ってきてるんで、羅臼昆布になります。はい、今日は出汁当てクイズをやってみたんですけど、意外と難かったっすね。難しいですね。でも特に昆布は本当に、いやでも比べたら確かに味ものによって全然違うんだなっていうのは分かったんですけど、いや知識は全然なかったですね。全部美味しいですね。全部美味しかったですね、間違いないです、はい、でもこれ普通にあれですよね、動画の企画としてやってみたんですけども、普通にやってて楽しかったので、ご自宅でゲームとしてやってみるのも面白いかもしれないので、ぜひ皆さんもやっていただきたいと思います。いやあれですよね、最後ハマティにもやってもらえますか。そうですね、なんか我々を試してるようでした、ね、なんかそうですよね。やってもらえますか。これでいく？オッケーオッケーオッケーです。サメになりそうだよこれ。これでいきます。よし。昆布にしてね、昆布。はい。あ、手出してもらって。あ、手は。はい。じゃあこれでお願いします。まあ簡単なやつ選んだよね、さすがに。うん、昆布じゃないか。さすがに。煮干し系のだから、カタクシイワシかアゴですね。これはアゴです。正解です。なんだよ。